こんにちは、すみやです。今日は強風の中で、電子管房をやるにはどうしたらいいかということをちょっと考えてみたいと思います。昨日大変、日本海側では大雪、嵐になって雪かき作業で大変な状況だったと思います。太平洋側もそれなりに強風があったようで、幸い千葉は雪は降りませんでしたけれども、深夜にかけてかなり強い風が吹いて望遠鏡が揺れて、なかなか厳しいなと思ったんですが、それでもなんとかできない、できる方法はないかと考えていろいろ試してみました。今日はその話をしていきたいと思います。それではまた後で。強風の中で電子管房をやりたいと思います。今日は風速7メートルの中で電子管房をやるにはどうしたらいいか、いろいろ考えた末、屋上のフェンスより下に望遠鏡を設置しないと風で揺れて電子管房どころではありません。ですからちょっと三脚を下げます。三脚を下げます。望遠鏡を設置する場所も風よけのあるところがいいので、 AZ-GTI の電源を切ってセッティングし直します。三脚を下げよう。三脚を一番低くしました。そうすると、屋上のフェンスよりも少し望遠鏡が下がって風の影響が軽減できるんじゃないかと思います。それでどこに設置するのがいいか、壁際がいいのか、角っこがいいのか、その辺が難しいところですね。とりあえず角っこに置くか。なるべく風の影響がないところに移動しましょう。水平出しから始めようか。北向きにして、北極星はあそこだから、北はこの辺か。で、水平出しをしましょう。水平出し。大体合ってる。大体合ってる。検索中、接続成功、アライメント、スリースターアライメント、シリウス、ポルクス、リゼル、いくよ。シリウスに向かっています。シリウス入ったか見てみよう。はい、屋上に出てきました。それでは、昨夜の強風の中で電子管房どうしたかちょっとお話ししたいと思います。まず、こちらに電子管房で使ったカメラという AZ-GTI とその三脚が置いてあります。見ていただくと分かるんですが、三脚が一番、短くしてあります。で、こうすることによって風の影響を最低限にしようということでやってみました。
ちょうど屋上のフェンスっていうか壁ですね、より少し、30センチ以上下に望遠鏡が来るようにしてあります。そうすることによって風の影響を最低限に抑えて、望遠鏡が風で揺れて電子感棒に支障が出ないように、してみました。まあ後でその映像は見ていただきます。車輪がついている椅子のようなものがありますが、これは園芸作業用のもので、ちょうどいい高さで、ファインダーを覗くのに使えるかなと思って、置いてあります。こちらの椅子は高さを調整できるものですけれども、この一番下にした時よりもこの園芸用の椅子の方が低い感じですね。で、こっから高度 USB3.0 のコードをずーっとつないで、そしてこちらの座椅子がありますけれども、こたつの上でノートパソコンを置いて電子感棒を昨日はしていました。強風の中で寒いので、こたつで電子感棒をするのは非常に、足が冷えなくて良かったです。屋上からはここまでです。カモメ星雲、カモメ星雲全体像を写すともっとかっこいいんだろうけど、この画角にも入りきらないぐらい大きい星雲ですね。カモメ星雲、螺旋線、いいね。